後がするかなさ、肌がなさがなさ、年重び重び、血もぬかなさ、血もがなさらや、海かなさらや。チムやチムシチドモティナシンサビルマコトチムワチムサトガママニチムガナサラヤウミカナサラヤチムガナサマサティカナサチムガナサラヤウミカナサラヤヒヤハイヤスッスッシケヤハイチムガナサシチョティウチヨチムガナサラヤウミカナサラヤヒヤハイヤウィキガンはい、最後数よ。チャーガンジュウヤイビーガヤ。シワシチータチ。ウチナグユミュートーティ。10月の27日。火曜日午後1時を回りました。チムガナサシマクトバニュースの時間な遠い便。パーソナリティや、ワンネイキシモトタルガーニーと、中村のゆうちゃんばあちゃんち。また、チュウゲストの方、メンソーちゃん。はい、チュウ、あの、オープニング曲を、チムガナサ節を披露してくださいました。はい、日がまっ、マチコナトウビン、よろしくお願いさびらたい。はい、はい、そしてよっちゃんばちゃんミードゥサイビン。あすくとや。はい。なんかメディチヤンカ運動。メディチヤンカ運動中学は。うがどういびん。はい、そしてナチュイヌシマクトバビンチョウソウルネマヒロトウヤイビン。ゆたさることうにげえさびら、はい、昼夜ゆったいし番組を届きさびこと、ぐすよゆたさることうにげえさびら、はい、おにげえさびらたい。この番組は株式会社メガネトゥワンハエバル店、クワエ皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所なごみの家、株式会社マルウチサロンドモア美容室、崎原土建株式会社、株式会社 OSD、 デイサービス富さんち、寿司海産物石松の提供、 FM ギノワン茶壇町文化協会島くつば部青年部、沖縄半蔵 NPO の協力し、うつどきさびん。
はい、よっちゃんばあちゃん、はい、番組のご紹介いたさること逃げさびら、はい、島言葉エンターテインメントしうちなのうと語り伝承しちる番組やいびん、毎週島言葉かなさするじゅんちゃんのゲストトーク、島言葉ニュースのコーナー、島言葉紙芝居のコーナーなどなど50分間フォの内容しうくさびん、またインターネットしちみせることうちなべけやアイベラカーマ外国運会面せるうちなかなさするぐすう4回この番組を見かけることのないびん、また父を旅見せることのないびんこと、ゆたしくおにげさびだ。はい、ニフェレビル、はい、改めてよっちゃんばあちゃん、はい、チャーガンジューやいびが野菜チャーガンジュチャーガンジューあらんのデジ今まんでデジアイビーちょうどアイビーたことこのヤウトーティーウィビンドーということでなかなか不感慨うんじらんこと、はい、今このような状況やいびーしが、はい、よっちゃんばあちゃんまたいろんな活動も、はい、あの自粛の中でまた活動もあの対策しながら活動ソンド話しやいびーしが、うん、はい、ニフェーまたよあたいごあんて、うんうん、いやめひまよくてよやせてきとんて、はいはい、秋野菜から冬野菜にかけて秋野菜冬野菜からしよう、はい、また花よ、うん、花ベランダからや玄関の目から花いっぱいだよ今度よニンニクカズラができた高さちよニンニクカズラ、ニンニクカズラ、はい、赤紫のがよ、うん、いやあれ、はい、がやめたマチコシンシ改めてミドゥサイビーシがチャーガンジュウヤイビーが野菜、はい、もう健康ヤイビングスマサ健康ヤイビング、はい、もう第1週目はマチコシンシール、はい、またあの、はい、特別ゲストとしてですね、うん、お越しいただいておりまして、ま、足部がチャイビングと私もにげさびらたい、はい、楽しみヤイビング、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、であの久しぶりなのですごくまた華やかちきみ装置うさそういびしがひろとちゃんやいびがや、はい、はい、うん、そうですね、スタジオ入る前からあのマチコシンシーの歌声と歌でですねスタジオがもう一平華やかちきみ装置二平デビル、いやいやいや、ちきに一回やかったな、こっち来て半時間ぐらい前に来て、まあ、中の歌うそがやちかげえって、はい、ようやく、はい、こっちでデンスそういびたんはいはい、ヤンジーデースするマルマン同士がよ、うん、ぬがれヤンジーでやる気がねえんばってぬがヒママン同士がってなあ、うん、昼間さんや、はい、おすまさんデースないしがよヤンジー、うん、なしがやる気が起きれらんばって道中や、うん、俺なんかで正月掃除が始まっておくとて、ああ正月おしれの中もろすんじ実よしてたいや掃除されて命日一のさん、それからまた、うん、あそうごち棚子は棚子あるよ、うんこもこまと風通しまと吹いてさん、えもる暇ねえな、うん、はい、掃除、ね、掃除正月掃除、うん、そうですね、あの冬ミュートーティーはまたしわししわし、はい、あちはて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 10月10月10月はさ、ぬんねらんばって、法事、行事がねんくてやめ、あちゃって10月。はい。しわしからしわさんとのさや、しわぐとむるし。しわし。11月の初め、とんじがしや、とんじじゅうしって楽しかったさ。うん。で、また20億、わーく、あれさ、20億、お茶の子、はい。うさぎせや。うん。で、27日は、わくるさびで豚殺す日ごちそうがあるさ、あそこと言うに月々抜く村アルバーテやーいい歓迎さあれよ、うん、ガーザエカタンチェクシカかどっかあの辺の人だけどさ、うちのあのよ農民がてへんあまりにも粗末な食事してへん、で早死にするわけさ、大体60代でみんな亡く回しにしやったんで先生並んでやんにゃ、うん、あのちなんちゃ新人部会行くとや、うん、毎月ウイミチ食いねえてウイミは必ずご飯たち、うん、肉のおつぐはすせや、はい、あそういううさんでしかもせ、うん、少し栄養になるからんでやね、はい、あんさんうんちゃ毎月毎月よあの七尾作ったんで、
で10月ぶりに選ぶとあちあって15日平行な11月の地位でトンディジューシーがシェイヤーマチカンティシェルだって、はい、このまた旧暦行事またウユミシビルまたあのいっぺあの知らさぬことやいびん野菜この詩人とともにまた季節とともに人々がこうつながってやいびんどうやったら旧暦がある本当あのなんか季節そうよ、うん、あったといびんどうやったやあのちくいむじくいむる旧暦さんにるすんど新さんにしなあったらんどそうやいびんさったや昼夜またこのちゅくいむじゅくいまたあちねえのお話またあのしまくとばニュースのまた新聞記事むっちょいびくとまたあの中村よっちゃんしんしにまたあのご紹介ですねいただけたらなとむっちょいびくとはいあちねえのもんだらしあちねえのってこいろ朝からばんばりなやいびささされ最近はもうドシンチャーシーってあちまちでむえんわよカロカホソウトツスルバーであまおとオーナーキーチカティオまた換気扇に十分入れてさ窓を開けてシーシーすんよやあしむえの進化ビキ入れるからちょリランバーですぐ閉めてむえが進化がいいねやあそこってマイク皆さん近いせやあマイク買ったよみの前は、マイマイ、マイマイ、ああ、上等やびさ、二三名買ったよ、自分のマイ、そういったらみんなが使うマイクつ使わんてしむせや、うん、なるほどな、一平二平で見る、じゃあまた早速あの中のニュースあのぜひあの今日のしまくとばニュースですね。ぜひよっちゃんしんしーからぜひゆたさることうにげさびら。ゆたさることうにげさびら。泣き人の話題やいびんやさい。はい。今はいこれしようか。食品ロス削減化即売管理で不揃いの野菜果物泣き人村あ泣き人懐かしいね。泣き人村内の農家民家から出荷した形の悪い野生やらかぎ野生で果物扱って第1回泣き人やらかぎ市主催やらかぎ市なんか実業委員会が18日村中央公民館ロビーを通って開催されやびた村観光協会が協力し11人が出荷ゴーヤーや、ね、旬のカーブチあいやカーブチ美味しいよ値段で遊び、買い求める人さんににぎわとびたんでカーブチはよやなかぎえしがていっぺあまさのまーさんよ企画やフードロス証言地域の交流の場って実現されるビタン多くの野菜や果物が並び約40センチのゴーヤ50本は20分間で売り切れたって、うん、いや生クルトンゴーヤがせ50いやすごいね40センチってこのゴーヤ、うん、いっぺん床通さ、うんおい、ゆかってしもしがちょに床にでじろうや。農家のお主さんが買ってくれるちが見えられるのは、よいと笑顔えびた。養殖野菜店、子供に何かこれは、未熟者の、あは、用品店で未熟者のを経営する、島さんによるクッキングの講座があったあいへこれいいねこの野菜使ってて料理の仕方トゥーチチャンプルビケディ3年じゃ2年生や SHA 宣伝を通じて名護市から面相をてる中本さん31歳は生産者と対面でできるのはとても良い買ったものは近所に分けたいって話しそうを教えた泣き人は月に1回開催する次回は12月16日
時間が見てんでた。で、言って実施する予定へ便で、出展者は、募集中。村観光協会の横沢事務局長や、やんかあるもの、少量でもいいから、持ち寄ってきてくださいって、のびとびた。企画の企業は決まり次第、企画の先生は決まり次第、村海観光協会のホームページ上で発表されやびんで。わたみやげよ、やせていちんねら、もろこいるっぽれるじゅんね。どの味作ってスペシャル楽しみやろ、楽しみや、やいびん野菜、またこの名前もいっぺあのうむさいびん野菜、またうむさいや夜中揚げ、夜中揚げ、はい、夜中揚げやってん、あじゃあ夜中揚げと上等やす、そうですね、はい、夜中揚げたい日がちまったすしがてあじゃあ夜中揚げちゃいや人参のげさい、やらかぎん、ちらかぎん、アジアユのもんでさい、すごいね、この毛が降ったら上等やびさ、そうですね、うん、また写真の中にですね、あの渋いとか、またゴーヤービキャエビラン、はい、いろんな野菜がこう並んでるんですけれども、うん、はい、またあの料理ですね、先ほどよっちゃんばあちゃん、よっちゃんばあちゃん、あのシーチキンでこう料理、はい、あの住んでいる話、うん、アイビーたちが、うん、はい、あシーチキンっていう店具合って言って鍋らよ、はい、で割り焼きねちゃらみかさんにやむさごして、あれ鍋らから汁が出るからよ、どうじるばさんかどうじるばじくてて、うん、ちこまさん、うんうん、なるほど、はい、またこういうあの地域の人たちがこう集ってですね、あのこう一つのなる機会っていうのはとってもいって、ちびらさの機会やいびがやんでうむといで、素晴らしいよね、この機会、ちびらさいびんや、うんうん、そうですね、農業の開催する場合には島尻マングランっていうちねて、島尻家いう一応や、あの移動学習さんにちねて、いわまぬかの物産展与えればあって、はい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 、あしねよ生姜にんにく、島にんにくよ、うんうん、1キロ茶産地を作る沖縄の袋が1千円あるばて、島にんにくよ上等、クルダーダーさんちきるばて、最高まさにや、最高 最高美味しい、だけど俺かもる場合は不感感じらな匂いがでもコロナの場合上等やんのや不感感じららんくって手合うとで、はい、あの今でこそこうあの一ということで、あのいろんな人たちがこう助け合いですね、あのイーマールヌククルシ、あのアチマトイビーたちが、よっちゃんばあちゃんマチコシンシン、昔はこのあの助け合いのですね、こういったあのこう一あのなんていうんですか、マチアゴアですねのシガタンディ、あのどういったまたこう存在でしたでしょうか、また昔はですね、昔みんなおた自分やな小さいね、どのやんじもろもろなんかなやんじつくとくとや野生なんか、うん、今あるっていうのはね、年単ばってやしがあのうじ通しとかや二階とか、またあのこれは今あるわたん、うん、ちは一旦うじ通しはね、いつのさくとはい皆さんからさやちがあまさや今ある、うん、お互いにこうして助けるこれね、つくのもすごいって、うん、野生なんかどのやんじもあいびこと、うん、なんかなんかつくとこと、このあれはないわけ、うん、今あるってことは年始がやっぱし助け合い、助け合い、あの稲作り、うん、稲作りはよ、ジュイマルやさ、うん、あれもるよ、進化値集まってきて、上からさ、今日はこっちやろう、ハチが、たぶん、ハチが米作りよ、あし何時のもの寝るよ、朝もう一番な、米作るよ、さたか何時一番たぐさと一緒よ、冬へ冬は冷えさえ、夏は田沼でお湯みたいになっとるわで、うん、暑いからさ、もう大変、うん、タグサというによ、稲の中に入ってこうするからさ、稲の方が顔つつくわけ、うん、あれだからさ、稲作りは米一粒でも無駄にできないんちてん、うん、お姉ちゃんはおたまがちゃんか話して、一つ分のお年子さん、うん、そうですね、この
はい、記事の中にもこうフードロスんでいる言葉がまたうじてちょいびいたしが最後に、はい、ご飯食事して最後にお茶漬けせや、はいはい、あれをご飯お椀についた米粒一つでも食べれるようにじゃあ最後に必ずお茶を入れてやるとそうですねこの米一粒やてん、うん、あの定質にこうかむるんでいる言葉はい大切ですね、うんうん、残飯やチャーやいびいたがや野菜昔や残飯や生の話ちちいねそ一粒も残飯なんてないよ残飯でねご飯ねてんだかかまんねうれまくねてかまんむしねあちゃからやぬんかまんきよあちゃからやぬんかまんきよあさそっけってそう大変よ、うん、またね残すようなものなかった昔や。そうよね、みんなカムクトや。なんでもみんなおいしい。そう、まさまさんでもるカムクト。アイランな、ね、おいしいんちかまねえ、マークンんちかまねえや。そんどすうもびけかまさりゆこと。うもびけじかまさりゆこと。やっと昔や、新幹線、まどせ、な、ちょうだ、おたちょうだち、しめうんばって、あっせこさえなら、おいわ、むちにちゃといばけよ。시작은어떤짓냐어디가또있다아마치고스시마차투이바케엔디우리야마토구치시누야이비가야사이토리아이토리아이토리아이우바이아이나추켄우니게사비라우치나구치시차차투이투이비카투이바투이바케투이바케사키사치시레투이시리그로나カモンバテ、おえし、しやちゃんちはねそこカモルみたいなすぐすぐ負けられた。スープやびたが野菜。あとしやかくるさってしししてこの自分だったのはあの時はもう、生なしちびしちびろこっちある普通はもるねえせ、うん、だから今はもうね、しちびしちびでも普通一万円どうせ、うん、なんまかもしまんどいなんかいい本当に世の中の通りや、うんうん、そうですねスーパーどこに行ってもこうかむるもんやたくさん金あればすごく買ってか ま,、はい、かまれるしいい便利な世の中のな投資がその代わりまた見とんだな働きがいかんとならんせいや、うん、ああ働かないと金にならないからね、うん金があったらあったらまたパチマンロイいつでも手なあのねマーサムコーディカまで行くと一夜でやんばって昔はそあ昔っておかしいけどまあ50年目の話だけどさうんでもこういうあのそうですね地形都内のまたこうあの親戚とかまた隣同士でこう言い回るの言葉やアイビランティン、うん、こういう助け合いのまたこう自然とうちなのまた仕方、うん、はいウレイペテイシアイビウントリシ本当よ、うん、声かけすし、ね、一番上と、うん、昔はまた うちのお母さんやってやんかいもうねんって言って、うん、えっベスレベスレチャゴサガレ、うん、昔はみんなあ、ね、あるもんねもんじゃちって、うん、すごいあっちゅるいつもよりゆりいじんばって、うん、それぐらい今もね、まあ、今も時代はもう仕事、うん、仕事で、なスーパーができたことさ、はい、レジで、はい、ありがとう、はい、終わりさや、うん、そうそうそう昔は町はごわそって投げんそうって言ってて、うん、あちまいで狂えて言ってよ、はいはい、ブラックの情報全部力入ればて、はい、稲郡茶ゆんたくえ言ってて、はい、あちまってしねえ、くるだたごなめがちなちゃん、はい、よしこのぐらいにちえねえにって鍋開けてねえ、のぐらいあるはじら紙を昔はこんなね、台所の一案が集まってくるからや、うん、どうなくる鍋開けてんちてんえぬん年始がんでいるんだ何しだろうぬんかりちさんでわたまた父ちゃんがよすぐあんだ鍋しててん天ぷらいちかましたんよ、うん、お姉さんしがてわねもうけずくびけずするて父ちゃんがもるよわたでしんちゃん婦人会しんかのうといむち父ちゃんがしたんよ、うん、だからねなんか変われば変わっていくんだね。生きがいよ。料理上手だよ。ああ、うん、いやいや。惜しまないでさ、材料使うからやんい。おいしいわけよ。私が終わったからばかり、あいやせ。これはまくね、おかが作ってさやんで。すごいわけやんで。
先ほどからお話ししていて、このマチャゴアとか、またこの地域のおうちおうちがですね、こう居場所、このトゥクマだったんでいる、はい、話や、うん、で情報交換、情報交換、うん、そうですね、はい、私は肉専業を打てたくて、手で肉の切れっぱしと魚の切れっぱし、マグロ解体するときのホークンジルバーで解体、それウリイリアニオって野菜天ぷらやつで、父ちゃんがもろ、うん、あんだなびあれマギシメナベタチュー引き取ってて、野菜天ぷらからよ、湯天ぷらからやちで、2000円でするばってはね、売る方でてや、人産民引けじわ。わたとせね、人の一心愛がそれねえらんぐさ、むるわからんて、人が見合わん。お父さんがこういう調理をされてたわけですね。上手だったよ。またあっという間にやりよったよ。あれが台所、家族の台所とまた別に当たるばって、すごいピッカピッカよ、すごいな、ビンチゴ。なるほど、うん、先ほどアイビーたことこの食品ロスんでることや、またあのカムルムのビケといる、カムルムのビケチュクいるっていう、またこういったのもですね、うん、今たくさん あの海でもたくさん乱獲んでる、また問題もフォーク世界中グリグリナトイビー氏がアイナアイトイシアイナうちのウトウってチャイアイビーたが野菜カムルムのビケといる、そうよ、基本やいびたまるもん、みけりとい、あの別に方向とな、トランド、ドゥヌカムルピナルという、またマチコ先生からあいびたくと、ドゥヌヤンジチュクイルヤシェっていうのが、うん、これがもうチネチネ、みんなもうチネチネ、ドゥヌヤンジチュクイル、田舎はみんなこの必ず、公園でし、顔、公園でのら、生のや、あたいごはねえらんる、缶詰とか、こんなの顔を。缶詰とかね、はい、ソーミンとか、うん、昔はカンナジアタイから、うん、アタイがみんなみんなハルカイカンティーシグルよりの別だし、ニカンギーとや、うん、カーブチーテカーブチーテバサナイティやパパヤギや必ず各家庭も、うん、田舎を通ってろ、はい、村を通ったんや、パパヤイリキャスや、うん、また熟しても美味しいしさ、うんうん、どなたやんじちゅくいこと足みじながち、やいびことこの食の定七三で売りまなで、あのこう残さない、また残したものはあの中華カマンティン、また一虫の神むなといびいたがや、そういった残飯も残さないっていうところもですね、残るとね、うん、はい、うん、それぐらいも食を大切にすること、うん、なしねよ時々で、あのもふぐちせや、カンダバヤ君のまた豚の餌へ行くとて、うん、ものうん、バーケのワービンかカンダバヤにして、チュールバーで、なっちゃえよ、チキンとキラスクルして、10センチぐらいクルムシよ、マックルムシや。ああ、そこで自分がかみてちゅうせや。うん、俺が一応ね、うわーって、バーケシータもかとってなきて。よしがて、わね、虫さんかいて、うん、あの、なんていうね、強くなったん。昔、学校一年、まあ、なチャークルサって、生きがチャークルサって、やかなちぐやけしてたんばって、何年ぐらいだったか、4年だったか、4年ぐらいいたんや。はい、あの、蚕虫ちくわんじち、虫持ってきなさい、なんか、虫の、あの、あれがあったわけ。あの、学校で、はい、うん、あってこと、虫持ちくわって、虫持ちじゅんだから、うやかぬらって、ばかやらへん、俺、うねる持ち関係なんて、一緒に学校持ってきなさいって言うもんって言うて、まあ、ロシア持ちけんじち。うん、それで、あの、オールワタソースよ、あの、青虫がいたよ、いや、青虫巻きがして、青虫巻きが歌に、うん、そして、俺、マッチバックのターチ行って、そして、みかん木から取って真っ黒と尖った目が赤くして、うん、蜜持ってたわけよ、はい、なお、カイコモトさんで行くと、マッチバックもチンジ行ったこと、みんな怖がって逃げるわけさえ、これでよこれこれさかい、俺中盤だったけよそしてね、地下なんで、おし、こっから虫持って、あそこ、進まって、なんか落ちて、わさすしてなかった、それが中盤だったよ。あと、先生がって、あの、学校の花壇の方にいて、あの小さくの花によく真っ黒の虫がついて、虫がいっぱいで、小さくの花よ。まちゃまちゃ、こわって、あ、じゃあ先生、こんなのは、そこ直線ですよ。
それぐらいね、うん、無視で中盤だった、はい、だから思い出小さくの花したたか虫の世界のやあもの取ってきてたし、うん、かわいいねんにあれいろいろ色がせやピンクから白からに出て、うん、あくとにあにが浮いたこと手最初くれかったのによ、うん、へって言ってみたらさ動くわけよみんな虫あくさみよふもきらむちんじゃるぶるまちよひじゃる自分の手袋はびやねそぎりるんぎりやねて海んけしむちんじあんながしたあーなるほどあぶしばれさびたくやあぶしねむしばれむしばれだからねあぶしばれってねあっさいもんたかはい町子紳士から今虫を昔あちみてうりがるまたふかぬちゅんかいいっぺあのうつるやたんでる中くなったんでる話やみたそれであっさい一番中ばいていそうなとったんだあとうちにやるあわらさすしとちょいうらんたんこれいいしねそむしむちそうさっむさる話し合いびんや本当に今共存するあり方ですね、うん、虫が今近くに一、の虫も今寄らない世の中になっといびことコンクリーヤがウフォークタッチ詩人がまた生き楽な飛んでることまた20カ年ぐらいまでにはさ、うん、毛虫がいたけど、はい、今全然おらまずね蝶々、うん、が飛んでこない、うんうんあれ蝶々が卵を産んで虫になるわけよね、うん、蝶々が来なくなってね、脱ぐや蝶々満件じゃがや、うん、蝶々が全然来ない、うん、だから虫がいない、うんはい、もう虫の世界でも生態系のあり方が生変わっておいびくとそういったのも今環境の問題からまた、うん、あのいろんな世界中でいろんなあの変わっておんどんでの話いうちちゃびにやすい、うん、だからこれだあの日日そうんじゃせや、うん、おしろばなんとみたいな感じの花が 咲いてるわけさうちに対して、うん、その中に4つぐらい4匹5匹ぐらい青虫がいたわけよ、はい、観察しようない産地そしたら2日3日なっていく次第になああの葉っぱみんななくなって茎までもなくなってきてさうちあのなんていうのこのカメラを映してるわけよ、うん、成長するまでえもうすぐ大きくなってこの5つは6つぐらいあったのが2つはいなくなってあと4つぐらいこんな大きくなってるわけ、うん、もう10センチまでなってるわけそこ大きくなってそのあちゃまた移そうと思ったから今朝おらんたんそれってはなってるんですよ鳥がガラスが来てわじわじわじして一つ目なかった、うん虫な虫よへえじゃありがとうねありがとうデリル虫食べてくれてあれもやる前観察してたわけ3日後に映してたわけよ、うんはい、あのなパブレットも、はい、あれ映してたけどさ、うん、あと4日ぐらいから去っておらんたんたぶん注意が去るはずはい、もう一虫したもう生きていくために虫がいなくなったからよ、うん、野菜をカタツムリが食べるさ、はい、今日も見たからよ野菜が葉っぱ四五枚出てたのに何にもないわけよ、うん、いやまたカタツムリの時は高いわけよ、はい、言ってるけど、はい、あそうですねまたまた春しくちそういびしがあのちっちゃいあとあいごはですね、うん、沈南の大群がですね確かにはいアイビン野菜、うん、野菜を食べてもいいけど花食べれるとしっかり触ってたはい、今度よ、うん、カトリアがさ赤もろさっきのカトリアがよいっぱい咲いてたカトリアカトリアよ、うん、こんなんつってさこのくれつつよ先でさでカトリア株分けしたらさあの水こけさん包んでさまた網で包んで木にみんなくっつけるわけ、うん、網で包んでか針金で縛ってよウリが全部咲いて下の方でウレ刺し木やエビがああ刺し木刺し木株分け株分けあのランやよあの刺し木あんまりできない株分け、うん、一つからさあのランやよ一番鉢植えよりか木にくっつけたあそうそう木にねタコさんあるいは木にしあの付着して収集があるわけだんわよ、うん、あの木にちょみんなあのなんであの生うすまさゆびとしごたやんかい、うん、花よあのブーゲンビレっていうの、うん、ウニカムロダンの
さしてよ、はい、まずん話さっちょう、うちまちょっと黒木門開く入ったらすぐ黒木が上で大きくなってこれに見ない、うん、はい、お話アイビータクというこの虫から植物からいろんな植物たちのこの多様性ですね、いろんな植物との出会いがまたお互いに生かし合う、また生きていくためには必死アイビーこと、もうチンナンターンもヤーサソーこと、ヤーシェカミガチャンドとかですね、人間からするともう排除戦三年ならんしがんで、ウムヤビーシが一生懸命だからね、生きるためには、はい、生きるためのまた歓迎方、あのこういった植物自然から学ぶことがウフオクアイビン野菜、そしてあの先ほどの話しんかい、またムドヤビーシが先ほどあのニュースの方でですね、食品ロス削減ということでナチジンのニュースを紹介していただきましたが、このようにあの地域で育てた野菜、地域交流の場としてですね、野菜を皆さんでこう販売して、そこでのまたアチマイドクルヤタンディルことヤイビーシが、ヒロとまたワタヤ今ハルシクチシーネ小学シーのまた歓迎も、カワトイビンやドゥクルシチクイル野菜、自分たちで作った野菜に関してチャイヤイビーがや、そうですね、こうやはりこう愛情というんですかね、あのやはりあのまさこねんあのヤーシェあのピーマンとかですね、苦手な野菜とかですね、あのワッターがまたあのフルワチーネ、あのまたこの野菜をですね、またシチンカイナイビタンドとかですね、はい、こういったそのこう我が子を育てるようなそのはいこの野菜、自然の命の大切さですね、ヌチドゥタカランディ、またこのフドアチャル野菜からヤーシェイからですね、あの学ばびったん、はい、うん、見知らされることやいびんや、作ってしやまさびことや、うん、とにかく生まれてあの士官たちがどこ作れからよ、うんうん、ブルカム、はい、ウリガル、またこのフードロス、うん、またこ の, あの残飯ウジランタンドーンで話しアイビーたちが、はいはい、これが一番のまたあの削減の一つの方法やアイビーがやんで、うん、むやびん、うん、やいびんや、はい、うん、はい、そしてですね、あの中夜またナーティーチあのワンから記事慈悲ご紹介うんぬき、あのサビ氏がユタサイビーがやさ、はい、どうぞ、はい、あの元部ですね、あの元部の戸口でのあのマチャーゴアのお話やいびーしが、地域に愛され50年ということで、3代目にバトンを託し建て替えへということで、中曽根ストアーさんのお話が、あの琉球新報会ヌトイビータクト、はい、沖縄県本部町戸口の、はい、町営マチャーゴ上がるよ、あ、本当ですか、うん、はい、市場近くでですね、50年以上地元の商店として、営業、市民総チャル中曽根ストアの建物が、老朽化に伴い建て替えられるということで、慣れ親しんだ歴史ある店舗やいびーしが、仮の店舗へ移転し次第取り壊し作業が始まる、2店目店主の中曽根さんは、寂しい思いはあるが、3代目に安心した環境でつなげたい、ち話しそうみしゃいびーたん、このお店のですね、看板娘で8年前にあの亡くなったそうなんですけども、涼子さんから純子さんへ店を引き継いだそうです。4時半ですね、これは朝やいびん、朝の4時半にですね、納品されるあち高校豆腐、はい、あのまた弁当ですね、おかず、学校帰りの子どもたちのおやつまで幅広い商品を取り揃え、地域から、愛されてきたということで、雨降りなどで何度も新築を考えたが、店のシンボルであった、ブーゲンビリアですね、2年前の台風で枯れてしまったため、去年取り壊しを決意したということで、3代目となる、次男の、安友さんですかね、34歳です。バトンを託す純子さんは、地元の皆さんに支えられ、地元の皆さんに支えられ営業を続けてこられた、感謝を忘れずこれからも頑張っていきたいと抱負を述べたそうです。はい、ということで、うれまた元部、元部、はい、戸口はよっちゃんばあちゃんの生まれたるとこもやいびがや、戸口で生まれて育ったんだけどさ、はい、なげんなんじんだんばあてん
英館ちゃんが無理中分かちょるばで、うん、あ行く機会がなくなってよ。あの特殊のあの橋の下の近くんけ 町があるわ、手町があるよ、港のとこ、はい、町があるわ、あっちでよ、学校、小学校の頃よ、なんか二千なし天ぷらがあるわて、中のうちょねんしがってたら子供だけでよ、うん、20センチぐらいの大きな天ぷら売ったんよ、20センチこれが出せます、こういう封鎖しが人がねんばって小遣いもらえない、貝殻を歌いにうさい、ボロを歌いにうさいさん、ジングルが食べねえよ、必ず俺一本、学校帰りに買って食べよった20センチの天ぷらがこう思い出だったという、はい、衣美系の、やけちね、うん、まぬーさんにこうたがちぬらりくつて、海岸寺や防波天寺一丁って借りて借りわってからやけけみんな盛るよ、この天ぷらこうって食べ楽しみしたんよ、ご覧ちゃろ、2000だよ、2000、うん、この2000もなかったんだよね、そうですね、こういうまたあのコロナ禍の中でもこういったその町あごわ、小さな町あごわがこうまた次世代につながっていくんでいうことや、また、はい、うっさソール記事にやりでしょう、町あごわ、元々の町あごわって言ったらかまぼこ美味しいよ、かまぼこ、はい、月揚げて、あの、あれが美味しいよ、移動学習で行くとき向こうで、止めてもらってさ、必ず買うよ、月揚げ、チキヤギ、チキヤギ、かまぼこ、かまぼこ、チキヤギ、薄くしてあげたのがあるさ、だからまたいろいろ形のがあるよね、うん、具中の具が違ってさ、人参入った具ごんじゃね、名護の JA の一番か一年をね、またよ、花いっぱい買ってくる、あっち花安いわけ、花いっぱいあるわけよね、花安さばて、まあね、とうちゃんし花火けこるちょんさんって言うけどよ先ほどこのよっちゃんしんしーからアイビーたらこの、あの、あのかまぼこも天ぷらもそうなんですけれども、うん、こうあの今スーパーではないこの手作りのですね、アンダーゴアが入ったこうなんていうんですかね、愛情のこもったこの、はい、あの手作りの、あの料理っていうのはすごくこのマチャゴアにしかないこの愛情なんじゃないかなと思うやびしが、名護の市場がある、名護のほらあの観光に行くときにあっちなんていうところか、名護 こっち行く手前に右側にお店があるさ、あっちで天ぷらいっぱい売ってるさ、道の駅やいびがや、道の駅やいびがや、道の駅、はい、さそれからかまぼこもだ、かまぼこもいっぱい売ってるわけ、うん、種類よ、それでサータ天ぷらもいっぱい売ってるわけさ、去年一昨年だったかね、もう去年行ってないから年だね、いつもこっちでサータ天ぷらお土産買うわけよ、うん、それと行くたんびになんか形が小さくなっていくわけよ観光客がさ買うようになってさ、だんだん小さくなって、私おばさん一枚年来てここのサータ天ぷら買うんだけどさ、はい、買うたんびに小さくなっていきますね違うもんなそっそうでもないんだけどよ、食べやすいように、やっぱり最初の頃でだん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 少しずつ少しずつ毎年買っておくと分かるばって、あおばさん目に濃くなってっちゅうやつで近くなそうってでもうぬかんげいぺちびらさいびんやわたえまたうちゃくぬかんげいしむぬかあのかどいびいしがまたあちねえの考えでもですね、よっちゃんばあちゃんがこういう少しでもまたあの売り上げのこともバランス考えたりですね、まちこしんしからいびたくと一口サイズって食べやすく小さくして増やしてるかもしれないですね、いろいろな歓迎アイビー氏が、ムサイビーが、サーティプライはマキサリアルマーサルバって、なるほど。昔はよ、うん、あのツシビスウジンでブラックとったり寝て無理やおとつしたるばって、あしんツシンちゃうよ、数字するやみぐてて、いや天のサータテンプラちゃそうのって言ってないひまぎくなさに、だん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 数分ないあねてまぐなってやん、はい、サータテンプラいくらやくよって、もう泥もかんかや髪引いてさに、泥の髪にはサータテンプラやったんだ、泥の髪にはサータテンプラ役で、あの何リビチとか、あの
祝いするじゃあねや、はい、お祝いまたうちのお母さんまた専門やった結婚式、はい、結婚式の肩はらんぶとかね肩はらんぶあっそうじゃったんサタティンプラはさ、うん、あの女性肩はらんぶは男性方を上げていくって言って、はい、でサタティンプラマルイさん、うん、家庭を守る丸く収めていくんちゅって女性のあれで肩はらんぶは方を上げてるさ、うん、男性、うん出航していくで船で縁起のいいこれも縁起があるんだよ、はい、だから出航とかなんとかにサータティンパイアって出す人がいるけど、うん、あれ間違ってるよ、はい、あれお祝いに出すもの、はい、法人には絶対出していけないこういった礼儀マナーなんかも考えていかないといけないですね、うん、今あの食事食べ物の思い出のお話アイビータコツぜひラジオチチョルグスよ何か思い出話アイビーねぜひ奈良チキミ総理そしてメッセージいただいております、はい、糸川蛍さんから超イビン、はい、ハイサイ、ヒジュッテンゴアソイビン氏がドゥームチ、かあ、ガンジューサアッチミシェビガヤサイということで、はい、糸川蛍さんへ、ガンジューサイビン、いつもありがとうございます。ニフェデビル、ニフェデビル、はい、じゃあそれではヒロとそろそろマチコシンシーの曲の時間だというビーシが、そうですね、シマビガヤ、じゃあ昼夜また、はい、作品からイチャビン、まあふるさとじゃなくてしのぶふるさとにちアイビン。はい、じゃあ、お立ち決めされたい、はい、うにげえさびら
ニフェーデービル、またマチコ新種、この忍ぶふるさと、またふるさとを歌った歌んでウムイビーシが、うんうん、あのチャーヌフージーのメッセージ、クミラトイビーが野菜、うん、あこれはね、うん、まあやっぱし島を思う、自分のふるさとを思う、うん、いつでも、もう離島だからね、久米島だから、はい、だからもうやっぱし島のことを思うことは親よね、うん、トゥイのことは、ハニのあれトゥリ、アイニチュクないしが、うん、姉ならんせや、うん、まあ、うん、自分のふるさとをたたえて、はい、うん、そうですね、うん、またこう親を思うこの心、うん、はい、あの一平この曲にクミラトイビークと、はい、はい、すごく、まあ、いい歌よね、はい、はい、歌です、はい、どこ見せならんしが、うん、まあ、あの、いい、松浦、亡くなった松田博一先生が曲を作ったもんで、松田、うん、はい、若くして亡くしてさ、いやいや、人が蛍さんからも拍手のメッセージが届いております。パチパチパチ、はい、一平二平デービル、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、上井の方にですね、皆様にあの創作のご協力のウニゲーヤイビン、認知症、沖縄県認知症行方不明者家族の会からの、ご協力のお願いです。あげなしずえさん、あげなしずえさん、70代の方が、行方がわからなくなっております。身長160センチ、体重当時が80キロありました。現在はかなり体重が減少の可能性があります。特徴は認知症を患っており、首を振る癖があり、歩く時もすり足で歩く特徴があります。平成23年5月26日午後7時から午後9時の間に、沖縄市合わせ2丁目合わせ小学校近くの自宅から外出したまま、現在も行方がわからなくなっております。平成23年から今現在も、行方がわからなくなっております。あげなしずえさん、70代の方、お心当たりある方は、近くの110番までですね、小さな些細な情報でもよろしいですので、皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、続きまして、日屋根優子さん、80代の方が行方がわからなくなっております。平成25年5月13日午後6時ごろ、うるま市昆布で日屋根優子さん80代の方が今現在もわからなくなっております。特徴が身長150センチ、体重が50キロ、色黒で痩せ型、当時の服装が赤っぽいチェックの柄のシャツ、黒色のトレパン、スリッパ、鈴付きのスリッパを身につけておりました。日屋根優子さん80代の方が平成25年から現在も行方がわからなくなっております。皆様お心当たりのある方、そして、些細な情報でもユタサイビークとぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。今日はあのお二方の、ご協力のお願い、ヤイビー氏が、まだ見つかってない方々もたくさんいらっしゃいます。私たちもこのコロナ禍においてあの地域での見守り、より一層強めていかないといかんね、ならんにち、ウムトイビン、ヤイビークトゥ、第1回目のですね、コロナ禍地域間対策予防オンライン会議というですね、専門機関の方々と緊急時のあり方なども含めた、会議を12月16日に、予定しております。沖縄県認知症行方不明者家族の会主催、協力沖縄ハンズオン NPO、 そして中部広域市町村県、事務組合が、協力となっております。皆様、何か、地域の方々からのですね、ぜひご参加とご協力のほど、ぜひユタサルグトウニゲーサビラ、連絡先は、0989366868 9366868 9366868 9366868まで、ご連絡ユタサルグトウニゲーサビラ、はい、はい、サビラ、それではよっちゃんばあちゃんから、はい、あの、ちょっとね、はい、紹介ウニゲーサビラ、はい、年のせいな当便正月めないね、さっきはうさぎげるの、うん、
かいまんどびことや飲酒運転しないさせない許さない飲酒運転やしきみそんなよ事故んで起こしねや、うん、あくさび起こするちゅんや起きたるちゅんやもる地獄でびくとてん、みんなさ食いちきて酒で酒が遅がりば運転しみそうらんこと運転しみせら酒飲まんことしてきみそうりよ、うん、うれよあのたたみやらどうのためでびくと、はい、いや家族のためでびくとで、また資金うまんちゅのためにやびくと、同連車機運転や組みそうな様態、沖縄警察からのお逃げやびたん。はい、はい、ベニフェーデービル。はい、そして上にやびしが、はい、ちっちゃい、はい、よっちゃんばあちゃんがボランティア活動ということでですね、はい、厚生婦人会の賞を九州で選ばれました。表彰いただいたということで、カリウチデービル。ベーカリウチデービル。はい。また来週またこのお話もですね秩父サイビーことまたゆたさるごとにげさびら、それではまた来週いちゃやびらやさい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 いちゃ